セキュリティでカボチャ確実壊してからの、相手を叩かれエリア内にいれば、セキュリティが短縮プラス、1ダッシュでスキル2が短縮されますので、これでスキルが両方ともごちごちに短縮されます。皆さんこんにちは、いつも通りのココナスです。今回はですね、この最新イベントメダル登場いたしました、ルフィ&ロッチメダル。これさ、まあ、効果もあれなんだけど、タグがめちゃくちゃ強くてですね、なんと、ルフィとルッチの合併号のタグになっております。めちゃくちゃ強いですよね。これやってくるとガチイベントメダル、どんどん面白いの出てきそうなんですけども、今回こちらを生かしたメダル編成やっていきたいと思います。ということで、こちら。ルッチで敵ダッシュしたらスキルに 8% 短縮。カムサレチャンスで、お互いダッシュしたらスキルに 8% 短縮の、合計 16% 短縮プラス、1020% 短縮されますので、1ダッシュで 36% カムサレ短縮、で、敵チームのお宝にの時、スキル値のクルタイムが 13% 増加しますので、スキル量短縮、ゴチヤバカムサリ、ロジャー、メダル編成になっております。で、タグも見てもらっての通り、結構いい感じに揃ってたりとか、あとカムサリの封印を封じるために、爪痕短縮を 70% にしております。本当は 36% にしたいんですけども、当たりませんでした。ということで、こんな感じにしております。これであれば、ロジャー船長を活かしながら、そして、最新メダルを活かせるということで、ぜひ、皆様も試してみてください。強いんで。ということで、どうぞ。はい、ということで、やっていきますよ。今回も、スキルをめちゃくちゃに短縮できるというところで、もういろんな旗をね、とにかく触りまくりに行きたいと思います。36% カムサリがね、1ダッシュで短縮されながらも、相手お宝エリアにいると、スキル値のクールタイムも短縮されますので、まあ、今回は、もうわけもわからずに、スキルを使っていきたい。もう本当に、ただただ、スキルを使いたい。そんな思いでやらせていただいても、これ上から来た瞬間。避けられていった。なるほど。あ、お上手ね。避けるのね。あで、これは、はい、カムサリ。で、ここは飛ぶと思うので、無敵合わせるじゃん。で、俺も合わせるのよ。で、これ掴むじゃん。で、これね、避けるのよ。で、なった途端でよ。なった途端でよ。これね、はい、カムサリ溜まりました。からの、これぐる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 って行かせていただきながらの、スキル一応これで、溜めながらの、ジャスリーか、避けながらの、はい、これダッシュなんですわ。で、ダッシュするとまたカムサリも溜まれば、スキル一も溜まるんですわ。ってなってきた途端に、これでパンチパンチやらながらな、からの、で、パンチでやって、歌も倒しながらの、これでパンチパンチ。で、これもうシールドさえ割っとけば歌は大丈夫で、そうなんですよ。これね、カムサリが結局貫通スキルだから、グー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 ツポーン。で、あそこの歌のシールドも壊した。であれば、味方シャンクスさんのカムサリが溜まれば溜まったで、それはオッケー。さあ、ここは様子見させていただきながらナイスっちょ。であれば、これも、カボチャあった。なるほど。であれば、ちょっとこれ話変わってきて、メロメロメロメ。オッケーナイス。さあ、ここ耐えていったのでかい。で、これ一旦スキル1でカボチャ確実壊してからの、相手を宝エリア内にいれば、スキル1が短縮プラス1ダッシュでスキル2が短縮されますので、これでスキルが両方ともごちごちに短縮されますからの、私は走るメロス。で、貫通でメロス。はい、あ、そっち行っちゃった。狙ってる方向とは違う歌の方向に行っちゃった。歌多いな歌多いな、めちゃくちゃに。はい、これちょっと申し訳なくて。で、こうなったらもうわざわざ行く必要ないんでね。はい、これはもうちょっと無視させていただきながら、しながらの、また相手お宝エリアにいながら、まあ、今スキル満タンなんで意味ないんですけれども、またちょっとカムサリ短縮しに行きたい。歌多いな歌が多すぎる。ただ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 歌が多すぎて、これちょっと回避溜まる限り、あ、溜まってく。1、2からの、無敵でいなしてからの貫通スキル、はい、強すぎ強すぎ。で、それを避けながらので、これ一発、耐えれるんで、これダッシュできますね。はい、オッケーからの2発目避ける。はい、オッケー、耐えてく強すぎ。で、これもう無理、ごめん。それもう無理、やれることやったから。その場合はちょっと撤退します。スキル溜まるまで一旦ね。スネークさんもいるからね、味方に。で、ここをまあ一気にちょっと取られないように、てか一気にやられないようにしながら、まあブーストもね、来るんで、ちょっとブースト待って体力回復して、確実なタイミングでまたカムサ、なんで回復できなくなりました、あなたのせいで。今、私、痛い。すべてを無に消す。すべてを無に消す。それがカムサリです。アニサキスみたいな感じにしちゃったね。であれば、これ一旦体力、キャプー。でもまあまあ、スキル、見た。こんだけ使い回せるんだよ、一試合で。一試合でこんだけ使い回せて、あ、これ俺の相棒です。はい。こう、直近の相棒ね。うん。任命されたから。あ、これで負けるのはちょっと結構きついかも。そこをちょっと守れるとこ守りたいんですけども、ちょっと飛んでてくださーい。相棒です。これ今の僕の相棒です。皆さん覚えておいてくださいね、これ。最強なんで。これガチ最強なんだ。はーい、やってきますよ。今回は相手に S スネークがいないので、正直言っていいですか？ S スネークがいない場合のロジャー船長って、本当に無双なんですよ。まあ、どれだけ無双できるのかっていうところを、今から見せますので、瞬きせずに3分間、どうか見届けてください。よろしくお願いします。で、これ相手のちょっとね、この後ろ気味のところから、これ、あ、ごめんなさい、ミスりました。すいません。危ない。ミスっちゃった。
見せちゃった。てへべろ。可愛いから許してねって。これ一旦無敵で合わせてからの。さあ、これはダッシュしてって。S スネークいないと、何がきついかというと、これを止めれる奴が誰一人としていないと。で、カムサリ短縮できたので、まあ、こんなの受けたっていいですね。で、裏誰だこれ、歌はね、若干めんどくさい。なんで、これは、一旦これでぐーっと行きながら、攻撃するとこ見定めてからのこれ。で、見定めて、いてそう、あー、これはね、ちょっときついですね。これは、誰あ、ごめんなさい、皆さん、はい、今おめでとうございます、皆さん。今、まばたきチャンスでございます。おめでとうおめでとうおめでとうまばたきおめでとうおめでとうはい、もう一回いきます。さあ、すいませんでした。ちょっと、ちゃんと行こう。いや、シャークスな。シャークスちょっとだるいんだよな。正直言ってな。あー、それはちょっとモロバレロだね。このカムサリはモロバレロすぎるんで。全員ボコせ、全員ボコせ。ちょっと、痛い。ミカタさん、ちょ、ワンちゃん。これどうせ飛ぶ俺、お宝エリア内にいる。飛ばす。はい、握る。カムサリ以外は大丈夫。カムサリだけ受ければいい。あ、それ正直食らってよかったんだよな。あ、オッケーオッケー、でかい。あ、待って、そこでカボチャ置かれたのはちょっと想定外ない。であれば、一旦さ、カムサリできた。でかい。まあ、体力ある段階でのそれは全然問題なくて。あー、カムサリ、待って、俺行きまーす。はい、もう余裕。はい、倒した。はい、余裕。はい、余裕。で、これで、ダッシュするじゃん。で、するとまたスキル2が短縮されるんですね。あ、皆さん今、瞬きダメよ。ダメ。これでまあ、スキル2短縮しながら、裏行かれてるんだけど、まあ、ドリーさんが行く気配あり。OK。で、あれば、ちょっと様子見させていただきながら、カムサリで突っ込みに行くのも、まあ、一強の大きなではあるよね。から突っ込みまーす。まあ、相手止めれるやついないでしょう。だって。はいはいはい、掴んじゃえば、エースヤマトってか、息子なんて壊ない。これが、パパの力。えい。からの、そこはもうしゃーなし、回復の当たり満タンなんで効かないですね。で、そこも取られるから無理だね。それ避けて、いやー、これだるいな。まあ、一旦スキル1でごまかすか。はい、スキル1でごまかす。そっちであれば、ドリーいけるから大丈夫。で、これパパの力ね。これ息子見た？パパの力。うん、これでパパの力で、もうカボチャのところに向かう必要なし、めんどくさいんで。で、これブースト来ました。で、あそこはドリーさすがにシャンクスキラーなんでいける。あ、でか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 、これ取ろうぜ。これ避けて。壊そう。あ、無理でごめんね。シャンクスごめん。ごめん。ちょ、引かれた。ただ、いや、ただよ。はい、確実にまずシールド壊します。はい、これで余裕で解除できる。強すぎる。やばい。マジでこのステージのこの、鬼カムサリ短縮ロジャー強すぎ。一回死んでるのにスコア7500やで。にさ、ツイッターで、なんか核戦をさ、抜く動画とかがあってさ、そういうの見るのめっちゃ好きで。核戦抜く動画マジで気持ちよくないっていう、個人の見解があるんだけど、みんなどう？なんか、すっきりすること、情報収集されてないぞ、それまだ。であれば、これは同じ感じでお返ししながらの、はい、俺これで似た感じでスキル短縮。掴んじゃおう、これもう。あ、無理か。さすがに無理か。そっち来そうだなぁ。S スネークがさ、強すぎてさ、何もできないんやって、マジで。S スネークがさ、強すぎて、もうカイドウの情報修正がマジで、なんか薄いって。もう薄いもん。だって S スネークでいいもん、正直修正前から。くそ。間に合わなかった。もう、お前さ、もう良くない？お前強すぎない？だって。こんなんさ、やってさ、他のディフェンダーを殺しにかかってさ。でもお前、あれやで？そこを、取れ、こっち俺もいいよ？いいけど。でもその、A 張ったとこ取られてるよ？それ、いいの？こっち俺、もういい。怒った。もう、スーパーサイズ。いきまーす。こいつで S スネーク倒せるのか？マジでうざいよな。あ、待った、一番やばいの来た。オッケー。うざいキャラ消せばいい。うざいキャラ消せばいい。覚えといて。うざいキャラ消せばいいから。これはね、ロージャー船長見て、ここら辺かな。オッケー、無敵もらいました。で、まあ、無敵さえもらえれば正直こっちのもんですけど、ブースト中にこれ掴むのはちょっといかがなものか。真ん中取れそう。でも、ここ取れるんだよな。取りたいよな。取れる間にブースト中もったいないけどね。さすがに。まあ、相手もブースト来るんで、ここで確実に取らせていただきながら、また S スネークとか来られた暁にはちょっときついんでね、取れるうちに、まあ、取っておきましょうと。で、ここもちょっと一緒に取れるようにお手伝いしながら、敵が来ようもんなら、俺吹き飛ばしますんで、お任せください。で、ドリーはママの味、ポーン。はい。で、そこね、回避したじゃん、この人。ってなると、これ、ジャストガード以下の選択肢ないんですよ。切ろ。デカブツも消してくる。デカブツも消すぜ、俺は。ロジャー、だるい。待って、3段目これ当たるか？
あ、なるほどね。これカムサリ来るか。うわー、ちょ、一バグえぐい。一バグえぐいわー。それはちょっと勘弁だな。いやー、これは、はい、それはさすがに、はい、飛ばして、いける。で、無敵さえもらえれば正直ロジャーは消せるんで、はい、飛ばすんじゃない。いいかい。時代は飛ばすんじゃない。消すんだ。で、今のうちにゲージ貯めときます。これ、お宝エリア内の。うん、であれば、最悪、守れるとこ守れますんでね。で、真ん中いい感じに消してったけど消された？いや、いるね、ゾロ、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。であれば、ちょっと様子見させて、いや、上行かれるな。であれば、ちょっと取りに行かなければいけないんだけども、行けるチャンスがあるか。ここ？でかいよ！ガチでかくない？それ。いいね！え、ガチある強っ！S ベア強くない？かけない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 。消せ消せ消せ、ポホ時代は消すんですよ、皆さん。はい、ってことで、カムサリたくさん使っていきますか。なんか敵味方問わず、カムサリ使えそうなキャラが結構いるんでね、まあ、誰が一番カムサリを使えるのかというところを証明していきたいと思うわけなんですけれども、まあ、カムサリが最強だよね。全スキルの中でも圧倒的にね。っていうところではあるんですけど、これなんか初手で撃っちゃったりしちゃって、で、そこは、カムサリ、あー、なるほど。あ、これ無敵時間で抜けるね。はい、でかい。カムサリ短縮くん。からのそこはルーチも言うくけど、俺今回、気絶短縮で爪痕短縮もらってる。それ無敵飛ばして食うなんで、爪痕短縮してるから、私結構カムサリ打てるようになってる。強いね。で、これ使えるんですわ。このために、爪痕短縮入れてます。はい、強すぎからの。なんか、あれだね、君。結構ちょっとラグいね、君ね。で、俺まあまあ言うて戦うわけにもいかないんで逃げるわけなんですけど、いや、歌かー。歌以外だったら正味いけてたけどな。カムサリ来るのもだるいし、まあ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 、すべての攻撃を。あ、マジスキル値間に合ってないそれ。あらら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 。ナチュラルクボルサリーノみたいになっちゃったよね。これ主眼か露光眼か。主眼か露光眼。主眼か露光眼。主眼か露光眼。で、なければ俺いける。はい、もらったー。はい、強すぎ。ははは。こういうこと、あ、握りたい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 逆に？あ、オッケー。さあ、やることなくなったな。どうしようか。とりあえずまあ、相手あそこまで行くのもだるいしな。ロジャーどうしようかな。あそこ行けるかな。シャンクス、ここ、あー、バレてない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 取りたい、あー、バレたバレたカムサリはね、あったらあっただけいいですからね。ああいうところも結局、カムサって逃げれるんで、逃げれるっていうか距離置けれるんで、シャンクスと。体力なかったじゃないですか。まあまあまあ、結局あれなんだけどね、結局ね。体力ある状態であれやられても、うっとしいっちゃうっとしいんですけども、これはスキル被んないんだけしときながら。えっ。はい、強い。いや、ちょっとラグいな。これ誰だ？さっきのルッチさんかな？これ。これでもこの人違う人だよね。きついと思うじゃないですか。あ、任せ、黄色。あ、ごめん、無理。ありがとう諦め速度 7G。セブンジェネレーション。さあ、ここはただ俺無敵あるんで大丈夫なんですね。あ、ナイス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 。これは一旦、3段目当てる感じにしといて、吹っ飛ばして。強すぎ。あ、パシツパシツパシツ時代は機械、ヌン。ぬぬぬぬ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回はこんな感じで、ノーキンロジャーやってまいりました。いや、結構カムサリも短縮できたし、スキル1もいい感じに短縮できたし、強かったんじゃないかなと思います。カムサリとかを使ってる間に、まあ、スキル1の短縮速度も上がってるし、大体お宝エリアでダッシュしてる途中でもスキル1がね、このメダルによって短縮されてて、この無敵スキルってなんだかんだ吹っ飛ばしでかつ強くてみたいな、クールタイム短くてね、めちゃめちゃ強いわけなんですよ。これをもう両方短縮してったロジャーはそりゃ強いでしょ。で、相手のお宝エラーにぐん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 行って、敵無視ダッシュして、さらには気絶3回付与させて、みたいなね。あ、よくわからない特性をただただ活かしていくだけのね、もう思う存分に特性を活かした編成になっております。で、これさりげなくエッグヘッド3択になっておりますので、スキル1のクールタイム短縮も安定しているというような感じで、非常にね、面白い編成になりました。まあ、今回こういう感じで出てきたんですけども、例えばま、ゾロを書くとかね、そういうメダルも出てくるかなと思うんで、そこら辺ね、非常に楽しみでございます。なかなかのタグ一致だったよね。で、これなんかちょ、面白いのが6式じゃねえわ、4個でダメージを与えながら6式でダメージカットすることができる。結構攻撃と防御のバランスも整ってかつスキルも短縮できるっていう面白編成でございました。もう今回のメダル絶対に作成でございますので、皆さん期間中に星級メダルたくさん作ってみてください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。まだされてない方いましたら、チャンネル登録、高評価お願いいたします。ありがとうございました。